こんにちは、桃旦那です。今回は案件動画なんですが、まさかのワンダーシェア様からご依頼。目を覚ませ。私の動画は全てフィモーラで作っていますが、フィモーラはワンダーシェア社のソフトなんです。そんな勇気あるワンダーシェア様を軽くご紹介。ワンダーシェア社は先ほど軽く触れた動画編集ソフトフィモーラをはじめ、作図・製図ソフト、 PDF 編集ソフト、ユーティリティソフトを取り扱っています。今回ご紹介させていただくのはこちら、ワンダーシェアRecoverit。こちらはデータ復元ソフトです。どんなデータ復元ができるのかというと、なんかいっぱいできます。外付け、内蔵の両ストレージからデータ復元ができるとのことなので、今回こちらを用意しました。デジタルカメラ、それとガラケー、この2つで写真と動画を撮影した後、 SD カードに保存した撮影データを削除して復元できるか試していきます。その前に今回の流れを確認。デジカメはカードデータを初期化して試します。初期化が完了しました。それでは撮影します。予定外に複数枚撮れたので確認。2枚だけ撮れていました。SD カードに保存されたこのデータを削除します。これで画像データの削除完了です。次は動画を撮影。動画の撮影が完了したので削除します。これで動画データの削除完了。ガラケーもデジカメ同様、写真と動画を撮影してデータ削除していきます。それでは削除したこのデータが復元できるか試していきます。まずはRecoveritを起動。今回は外部ストレージを使用するので、カードリーダーを使用してデータを取り込みます。外部ストレージが認識されると外付けデバイスと表示されます。Recoveritが修復できるデータを認識したようです。高度な復元機能をお勧めされたので、こちらを試していきます。高度な復元機能が使用できるのはRecoveritアルティメットプラスのみなのでご注意を。表示が切り替わりました。次に外付けデバイスを選択。ここでは修復するファイル形式を選べるようです。選択するファイルの種類が多いほど時間がかかるとのことなので、まずは最初からチェックの入っている2つの形式で試してみます。こちらに注目。ディープスキャン中と表示されています。 100% になるまで待ちます。100% になり42ファイル見つかりました。まずは撮影した写真を確認してみます。2枚の写真のうち1枚は修復できなかったので次に期待しましょう。まさかのファイル修復ができず、次は動画を修復できるか試してみます。黄色いアイコンは破損したファイルのようです。まずは破損していない方から。修復成功しました。ちゃんと修復できているか確認します。問題なく修復できていて安心しました。次は破損していた動画ファイルの修復。内容は先ほどと同じですが無事に修復できました。修復が確認できたので次は復元を実行します。復元したいファイルにチェックマークを入れます。復元ボタンを押してファイルの保存先を選びます。読み込み元の外部ストレージは選択できないので、今回は新たに復元フォルダを作成します。そして復元を実行します。復元できたか確認しましょう。プレビューできていない方を確認します。本当に不安でしたが復元して良かったです。プレビューできている方も念のため確認。大丈夫そうで安心しました。まだまだいくよ。続いてガラケーの写真と動画を修復復元できるかやってみます。ガラケーの SD カードは長年使用しているので、全ての形式で試してみます。クイックスキャンが済んでいれば、ディープスキャン中もプレビューは一部可能です。3000以上のファイル修復で暇になったので、どんなのがあるか軽く確認します。こちらも先ほど同様、フォルダを別途作成し、そこに復元します。ガラケーで撮影した写真と動画ですが、画質に関しては当時のものが復元されました。縮小と拡大で確認も可能です。復元した画像や動画は PC に保存されているので、再度外部ストレージに移動させることも可能です。その際は容量の空きを事前に確認しましょう。今回ガラケーで撮影した動画ですが、保存先を本体にしたまま消去してしまい、データが見つかりませんでした。動画は保存先を失敗しましたが、画像はありました。実行する際は保存先にご注意ください。まとめと注意点についてご説明。Recoveritは550種以上のデータ形式に対応。プランによってライセンスの金額が異なります。今回私が行ったコード復元はRecoveritアルティメットプラスのみ使用が可能となっております。Windows 版と Mac 版どちらも同じ内容です。個人的にはRecoveritアルティメットプラスの永続ライセンスがおすすめです。一番の理由としては、自分自身でデータを確認することができるからです。誰にも見られたくないデータはあると思うので。さて、いかがだったでしょうか。約1万5000円ほどで永久ライセンスを購入し、大事なデータを復元できるRecoverit。 100% 復元できるわけではありませんが、無料版でデータ修復からプレビューまでできます。プレビューできれば復元が可能です。誤削除や突然のトラブルによるデータ削除は復元可能ですので、まずは無料で確認してください。復元が難しいものとしては、ストレージの端子破損や物理破損によるものです。古ければ古いデータほど復元が難しいらしいです。Recoveritのヘルプセンターもご確認ください。また、サポートも充実しており、期間内であれば返金対応もしてくれます。データが復元できなかった場合もサポートに問い合わせていただければと思います。また、大事なことですが、このライセンス価格はRecoverit単品の価格です。Recoveritライセンスを購入しても、ワンダーシェア社全てのソフトが使えるわけではありません。他のソフトを利用するには、別途各ソフトのライセンス購入が必要となっております。注意点としては以上となります。長くなりましたが、要約すると、ファイル選択、修復、復元の3ステップだけです。概要欄に URL を記載しておきますので、気になる方はチェックして試してみてください。この動画が少しでも役に立った、過去の性癖がやばそうと思った方は、ぜひ評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。データ復元したら浮気の証拠集めに使えそう。